さあキャミステージ、はい、来たキャミステージ。じゃあここで乱入してスタートです。ワンピー側が紫ベガー、対するはツーピー側がアラバマバイソンです。さあどういう感じの立ち回りなのかこの2人。さあ無理はしない感じですかね。さあ、あのスカルダイバーは相当やばいんですが、相打ちをちゃんと取りましたね。まあ、ここでクスモンドから SOS が入ったんで、オトチュンが喋りましょう。あ、しかしでもね、ツージーが来てるんで、ツージーさん。はい、改善します、はい。アラバマさんが1本取ったのかな。そうですね。結構なんかシステマチックにバイソンが勝てるという噂は聞くんですが、このカードどうなんすかね。もう対応きっちりやればかなり有利だと思うんですけど、はい、そこを崩すのが紫くんもうまいんで、はいはいはい、その対応の穴をこじくり返すのが今みたいな感じで。あ、なるほどですね。バックジャンプも安定ではないということですか、ね、安定ではない、さあ投げている。さあ、おっと、結構カニが機能してますね。さあ、ダッパが当たって、まだゲージが溜まってないが、拾いました。投げて、受け身がないのはちょっと痛い。さあ、今のダッシュアッパーで逃げたら、うまいが、しゃがみパンチでダッシュコン一回しましたね。リードしたらこれバイソンも追いかけるのはちょっと難しいんですよ、はい、これは出ない。ハジハジで結構膠着している図を見るんですが、うん、仕掛けた方がやっぱ不利な感じですか。なかなか仕掛けづらい、はい、一応バイソンのバックジャンプにはデビルリバースで追っかけるっていう選択肢が一応あるんですけど、やはりお互い開幕は仕掛けない感じか。時折来るオアーなりダブル2という構図はよく見ますが、さあうまく紫が固めている。後ろからもあっと今のバックジャンプに対してもリスクを背負わせている。さあ紫の立ち回りが素晴らしい。さあ使ってしまい、これはヘッドを置いとかないと無理なやつですね多分。さあバックジャンプ、さあ切ってバイソンが、うん、でもうまく散らしますベガの方が。さあこうなるとベガは攻めなきゃいけないとなるとしんどそうですね。どこかでなカウンターでナイトメアを当てたい感じでしょうか。あっと投げてピオらないがどうだ。ナイトメアも使って、おっと今のは技がうまく出なかった感じか。これでもなかなかやっぱこれリードされると取り返すのはどっちも相当難しそうなんで、はいはいはい、仕掛けてカウンター取られるとやっぱりそれが致命傷になっちゃうですね。やっぱりそういう戦い方は紫はかなり一律の長ありますね。さあこの強気のつかみが結構ベガやばいところもあるんですが、うまく紫が逃げて、ベガの投げっていうのはバイソンは投げ返しやす、投げ返しはオッケー。そんなにリスクがないんで、その裏の選択肢はそんな痛くないんで。逆にバイソンのつかみはベガはかなり返しづらいっすよね。分かってても返しづらい、あの投げになってるんで、投げ回りさ的に一応外から投げれるのかな、バイソンが。おっと強気の
切り返し、さあ投げ返してで、ベガはやっぱ有効な手段が投げ返ししかないので、おっと今のだ、これはどうだ。さあもうゼロドットなので、サイコも怖いし、これですね、バックジャンプしちゃうと今のはもう確定になっちゃうと。お、見てからホーバーで相手しました。さあ投げ返しが的確ですね、紫。さあ裏の選択肢も下段も混ぜ始めた、削りきれなかったがこれで OK。 やっぱりつかみが機能するとつかみの表裏がもう一瞬で持っていっちゃいますね、バイソンが。ベガはやはり捕まらないように、まあちょっとずつちょっとずつという感じっぽいですね。そうなんですけど、私某青いベガがシキさんにボコボコにされる様を結構見たんで青いベガやからあなたそんなこと言います？さあしっかり、おっと出るの今の、マジで、振り返りましたクレイジー。さあお互いの、さあしかしこれは画面味は結構どちらもきつい。さあ投げている、さあ朝日がうまいとこ穴をついてる感じ。さあしかしバイソンはだいぶゲージ取った。さあそして画面端がこのカウンターダブル2がうまいですね。出し系とダブル2の相性があんまり良くないんで、うん、結構うまく指してます中木君が。さあこれは確定、バイソンが掴むと一気にクソゲーになりますね、割とか ループしちゃうんで、はいはい、でか その裏の選択肢を恐ろしく痛いんで。確かにこれでアラバマさんの 3-2 ですか、確か 2-2 ですか、はい、すいません。さあかなり面白いこのカード。さあ今のはしっかりターンパンチの距離を見切っている。さあ中足からのダブルクレイジー、あーっと、さあここはナイトメア読み、しかし紫も使ってくれない。さあお互い我慢、うーん怖い、相打ちだがバイソンは立たないか。これはベガ側は美味しい展開、美味しいダブルテーブル。さあ強気のニョキッと、紫はまたね脱破の透かしにね中足ダブルに入れてくるんで、あんまり強気にいけないんですよね。投げの対処がバックジャンプ混ぜたり、サイコ出したり、いろいろ散らしてるんです。投げ返しとかいろいろやってきますよね。さあうまっ、透かしにコパンチしたグラウンド。さあこれはもう死亡ですね。さあ徐々にキャラ差が出てきたか、まさきも相当頑張ってはいますが、でそれに対して冷静に押し付けしてますね、アラママさんが。ここは参考にするから、これこれ近いところで見てるんで。さあ、あっと
やはり捕まると一瞬というところがありますので、ベガもどっかでは割っていかなきゃ。おっと、さあこの後きついが、石で一本取り返した感じですね。ベガは中足ダブルに当たらなければそんなに痛い選択肢はないんですが、やっぱ積み重ねでしかしダメージを取っている。さあ上から重ねて、さあうまい、うまく透かしてます。3対3。いやー、これはお互いの意地がちゃんとぶつかり合ってる感じで見てて熱いですね。荒浜さんも要所で中足クレジー狙ってますね。飛び込みショー、シャムショーで、はいはいはい、正解したら中足からクレジーが刺さるっていう状況に持っていけます。先ほどから結構高度な入力技使ってますもんね。昨日もなんかモンテでめちゃめちゃ歩きってからクレイジーとかつって剣使いが食らいまくってましたからあーダブル2、おー、めくった。おー、ホーバー、おーどピヨリ、そうピヨリよね、これはあっという間。紫くんがリーチです。そう、4-3ですかね、さあかなりやっぱバイソンの各種行動にリスクを負わせている紫。カウンターすごいうまく取ってます、取ってますね、マッチポイントですかね。さあしかし、おっと、バック今中ヘッドだったんですかね。中ヘッドを拾いましたね、バックジャンプで。これで両方ゲージ溜まって、さあ苦しそう、アラバマバイソン。うまい、今のは読んでましたね。さあライトメアがあるので強気につかみにいけない。あのヘッドプレスも当たるんだか当たんないんだかよく分かる。さあダブルに当たって、これは何にも当たらないと思いきや当たっている。確定か、素晴らしい紫。いやー素晴らしかったですね。ありがとうございました。結果は 5-3 で紫の勝利ですね。じゃあまずアラバマ君の方から、はい、一言いただきましょう。はい、お願いします。いや途中までちょっとこれいけるんじゃないかなって思ったんですけど、なんかちょっとそこで欲が出て、まあ、そこをきっちりとがめられたんで、もう完敗です。ちょっとまた挑戦して、まあ、挑戦したいなと思いますので、ちょっと今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ勝者の紫にお願いします。いや、やっぱ投げが決まったらね、やっぱベガの卓がすごいきつくなるんでね、まあまあなんとかしのげて勝ったっていうのがでかかったのと、まあこれがまあ紫の動きだっていうのができたんで、はい、本当に良かったです。本当アラバム君強かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。いや両者ともすごいいい勝負でした。